その向こう側という今浅野さんの声もありました、はい、さあただこう逆にギア上げます、ギアチェンジ、カルリーノスジュニオ、ここはレオシルバが追いかけます、シュート来た、西澤のシュートです、清水エスパルスが先制、今シーズンの2ゴール目、西澤、前半の38分です。まあ名古屋のこのクロスからですね、ここのこぼれ球ちょっとね、長崎今そこにポジションいたんですけど、ちょっともう少し前にポジションいて、あそこ前向かせたくなかったですね、はい、あとはここレオシルバも時間かけさせたんですけども、ここのやっぱり2列目の戻りが名古屋の方遅くて、西田いいポジション取りましたね。でここからの戻し気味のボールで狙いすまして、うまくインサイドで流し込んで逆サイドですけどね、はい、